母さんとか子供とかは食べだけとかでも居酒屋を利用したりとか、うんうんうん、そういう人も結構いるかもですよね、うん、多分いると思いますよ。だって私が見る中でも必ず子連れの方いますもんね、うんうんうん、ご家族で来てる方、子供のご飯も量が足りるぐらいやっぱりね、いろいろ種類が豊富だからね、うん、でほら食後のデザートとかアイスクリームとかがついてたら余計もう子供はもうわかる。あの居酒屋での甘いメニュー重要よね、うん、なんかそれがあるから行こうっていう理由になる、うん、なりますね、うん、あの、うん、だってあれも食べたいしね、スイーツも最後に食べたいしねみたいなことになるもんね。絶対になるね。まあ時間があってはしごができるような状況であればあれだけど、うん、ご飯だけ食べたいよね、でもスイーツも食べたいよねみたいな時は、うん、もうセットでね全部あるところがオールインワンの居酒屋がいいですね。どうでしょう皆さん、うん、今ね、あの迎える側は支度を急いでて、はい、あの行く飲みに行く側は、はい、仕事を終わらせるために必死に頑張ってるかもしれませんね、はい、そんな皆さんそれぞれだとは思いますが、うん、30分ぐらいはね、うん、休憩もとっていいんじゃないでしょうか。いいと思います。ゆっくりね、はい、お茶を飲む時間を作ってくださいね、はい、ということで、リオ茶道今日のメニューの紹介に行きましょう。はい、まず前半では今日は何の日ということで今日にまつわる記念日をお伝えします。